中尾明慶が7月1日に自身のインスタグラムを更新。妻、仲里依紗がバースデーを祝ってくれたことを報告した。仲里依紗が誕生日で飯をおごってくれたとコメント。中尾は6月30日に34歳の誕生日を迎えた。誕生日当日のインスタグラムでは、息子も妻も学校や仕事で忙しいみたい、明日はなんか美味しいご飯をおごってくれそうなので、またご報告します、と綴っていた。そして、7月1日のインスタグラムでは、誕生日、仲里依紗が誕生日で飯をおごってくれた。美味しかったとコメント、お年玉くれたと思ったら手紙だった。そして、お年玉くれたと思ったら手紙だった。年齢とともに涙腺が、ってなるから笑ってごまかした。でも嬉しかった。またご飯食べたいと思いました。いつもありがとう、と、仲への感謝を綴り、最後は、みんなもたくさんのメッセージありがとう。心から感謝します、とファンへのお礼の言葉で締めくくっている。公開された写真では、ピースサインをする仲との仲睦まじいにショットや、中からもらった手紙の封筒を持って嬉しそうな中尾の姿が収められている。投稿を見たファンからは、本当に素敵なご夫婦、理想の夫婦、末永くお幸せに、いつまでもラブラブ、といった声が上がっていた。Thank you.